南町雪地区で毎年行われている雪の連続秋祭り。9月に入るとあちこちから威勢のいい声が町に響き渡ります。この日開催されたのは西の地岡崎神社大祭。100年以上前から続く伝統ある祭りです。地域住民の家を一軒一軒回り、家内安全を願います。この水かけは神輿を清めるために行われているんだそう。コロナ禍で中止を余儀なくされ、実施するのは実に4年ぶり。久しぶりの開催にエネルギーが満ち溢れています。もう喜んでな、一挙やりました。4年ぶりです、3年ね、最高でした。地域の祭りを残さないかんという、こういう意気込みでね、やってくれたのはありがたいです。途絶えんように若い子が後々継承してくれるのは非常にありがたいこと。夕方からは出汁が加わり、町内を引き回します。中では地元の子どもたちによる鳴り物の演奏が行われ、盛り上がりも最高潮に。この雪の連続秋祭りは10月中頃まで南町の各地域で開催される予定です。